今日は JAL を再建した稲盛和夫さんが連れてきた京セラの精鋭太田義人さんと米山誠さんたちがたった5人で3万2000人もの人間の意識改革を成し遂げて JAL を再建させた経緯をテーマにお話しします。私 JAL でキャビンアテンダントを30年やっていまして、今はデパ地下でサラダを売っています。皆さん JAL の倒産を覚えていますか？2010年1月、2兆3221億円もの負債を抱えて倒産し、1万6000人以上の社員が会社を去り、その中には整理解雇された55歳以上のパイロットや客室乗務員が165人いました。 JAL 再建のために白羽の矢が立ったのは当時78歳の稲盛和夫さんです。彼の経営手腕により JAL は経営破綻からわずか2年8ヶ月という速さで東京証券取引所へ再上場を果たしました。2009年9月に発足した民主党鳩山政権で前原誠司さんが国土交通大臣になり、 JAL 再生タスクフォースが設置されましたが、再建は難航し、企業再生支援機構が支援を引き継ぐことになり、稲盛和夫さんが JAL 再建のために内定し、2010年1月19日の経営破綻を経て2月1日に正式に就任しました。当初稲盛和夫さんは親方日の丸で上から目線のサービスをするJAL が大嫌いだったそうです。だから稲盛さんをはじめ全国に1万5000人以上いると言われる清和会のメンバーもみんな穴派だったそうなんです。つまり稲盛さんは半官半民の JAL よりも純粋な民間企業である穴を応援していて、日本の未来を政府から託された後 JAL の再建を決断してからは、そこからはもう世界中にいる1万5000人の清和会のメンバーも含めて JAL カードに乗り換えさせて、これからは飛行機を利用するときに必ず JAL を利用しろって言い放ったそうなんです。ありがとうございます。そこで面白いのがですね、 JAL 再建のために京セラから連れてこられたメンバーである米山誠さんはですね、それでもやっぱり赤い方は嫌いで青い方は俺が好きだと言って、自分の会社の社員にですね、同じところに行くのに JAL の方が安いんだったら JAL に乗ればいいけれども、やっぱり俺は穴が好きだって言い放ったそうなんです。そうやったことを乗り越えながら再建を託された5人はですね、JAL の本社に乗り込んできたわけなんですけれども、そこで待っていたのはですね、なんと高飛車な JAL の経営陣だったそうなんです。だから米山さんたちの第一印象はですね、やっぱりこいつらエリート集団だっていう感じだったそうなんです。プライドだけは高いくせにお金の計算もできない、経営者としての知識もないし危機感もない、なんだこいつらっていう感じだったそうで、だって日本中がびっくりするほどのですね、経営破綻の仕方をしておきながら2兆3221億円の負債を抱えてですね、国の税金が投入されているにもかかわらずエリート集団って腹が立ちますよね。なんか私も米山さんの話を聞いていて腹が立ちました。さらにその高飛車なエリート集団はですね、ただ高学歴な本社勤務になったっていうだけで、全然現場に足を運ぶこともなく本社から指示を出すだけで採算意識もなかったそうなんです。腹が立ちますよね。私も現場で働く身としてちょっと腹が立ちました。つまり JAL の現場で働く人たちはみんな子会社の人たちなんです。整備やグランドハンドリングはみんな子会社の人たちで、稲盛さんをはじめ京セラからやってきた5人が感じたことは、この会社内の二重構造をどうにかしなきゃいかんっていうことだったそうなんです。エリート意識の強い本社組とですね、現場で働く子会社の人たち、この間にですね、ありえないほどの深い溝があって、それを解消する必要があると動き始めてくれたんです。嬉しかったです。だって JAL では総合職が会社を支配していてですね、現場で働く社員は本社から言われたことをただただ黙って黙々とこなすっていうだけで、逆らわずに延々とやっているだけで、声を上げても経営陣に届く前に忖度した管理職によって潰されてしまうっていう、こういう構図が出来上がっててですね、どんなに声を上げても届くことはなかったんです。ただパイロットとキャビンアテンダントはですね、航空法で安全管理の面で責任の所在を明らかにする必要があったので直接雇用でしたが、それ以外の例えば整備は JAL エンジニアリングであったりだとか、空港業務は JAL スカイであったりして、さらにその経営のトップというのがですね、本社の役員であったり JAL の管理職が固めてるっていう構図で、上下関係のある経営体制だったんです。つまり改革すべきはエリート意識の高い本社組とですね、そうでない人たちの二重構造を改革してですね、ベクトルを一つにするっていうことだったんです。
んです。そこで始まったのが年2回のフィロソフィー教育というものでしてですね、それは JAL の役員であったり管理職とですね、整備士やパイロット、グランドスタッフなど現場で働く人たちが年に2回集まって、同じテーマで自分たちの意見を語り合うという場ができて、縦割りだった旧体制が少しずつ変わり始めて、お互いの職場の考え方が分かったり苦労する場面をイメージできるようになってきたんです。人によってはですね、フィロソフィー教育のことをまるで宗教だからやりたくないって言ったり、このフィロソフィー教育の木をですね、嫌だと言って苦痛に感じる人も多かったんですが、じゃあ自分だったらこんなに大きな会社を再建できましたかって言ったら、稲森さんみたいなリーダーシップがなかったらやっぱり JAL は再建しなかったって思うんです。で、次にお話しするのがですね、これは稲森和夫さんの武勇伝になっているお話なんですが、お弁当ぶちまけ事件っていう有名な武勇伝がありまして、これって高飛車な JAL の役員に対して、その採算意識のなさを稲森和夫さんが厳しく叱責した、再建への本気度を示したエピソードになっているんですが、この事件が起こるまでにですね、稲森さんをはじめ京セラから来たメンバーたちはもう JAL の経営陣に対してですね、かなりストレスが溜まっていたそうなんです。何なんだこいつらはっていつも思っていたそうなんです。で、最終的にその怒りが爆発してしまったっていうのがこの事件だったんですが、当時稲森さんや JAL の経営陣は毎週土曜日に集まって委員会を開いていたんですが、その日は一緒に昼食も取るっていうことになってですね、その日稲森さんが会議室に入ると豪華な立派なお弁当が用意されていたそうなんです。で、それを見た稲森さんがですね、 JAL の役員にこの弁当は一体いくらなんだって聞いたそうなんです。そしたら JAL の役員は分かりませんって答えたそうなんです。で、ついでに秘書が準備したから私は知りませんって言ったらしいんです。そしたら稲森さんがですね、そのお弁当をぶちまけてですね、お前らこんな豪華な弁当を食ってる場合かと怒鳴ったっていう事件なんです。でも実際はですね、稲森さんはお弁当を投げつけるような人ではなくてですね、食べ物を大切にする仏様みたいな人なのでですね、実際に投げつけたのはおしぼりだったんです。それがですね、おひれはひれついてお弁当にまでなったっていう話なんです。よくありますよね、こういうこと。つまり稲森さんは倒産した会社にもかかわらず、その倒産させた本人たちがですね、贅沢な弁当を平気で食べるっていう、これに驚いてというか呆れてしまってですね、さらにそれを秘書に任せていたから値段もわからないっていう平気で言ってくることに対し、これが再建を目指す企業の役員の態度かと厳しく叱責して、採算意識のなさを咎めたっていうことで、実際稲森さんはですね、JAL の再建を任せられてからはずっとホテル住まいで、近くのコンビニで買ったおにぎりを食べながら大量の資料を目に通してですね、必死になっていたので、そんなのんきなことを言う役員に腹が立つのは当然ですよね。しかも稲森さんは現場を大切にする人だったので、社員食堂にもよく足を運んでいました。現場の社員たちが一体どんな雰囲気で食事をとっているのかと確かめていたそうなんです。経営のトップがですね、現場を大切にする姿っていうのは私たちにとってとってもありがたいことでして、この困難を社員一丸となって乗り越えていくぞっていう、そういう強い気持ちに加速がついていったんです。ここからは JAL が倒産した理由をお話ししていくんですが、皆さんもご存知のように JAL は赤字を垂れ流しながらもフラッグキャリアという使命があるっていうことで、とにかく公共交通機関としての役割を果たすためにですね、赤字でも地方の空港に飛行機を飛ばすみたいなことをやっていたんです。しかも当時はボーイング747を世界で一番保有していた会社でしたから、お客様が数人しか乗っていないにもかかわらず500人以上乗るボーイング747を使ってですね、地方の空港や収益の少ない海外の都市に無理やり飛行機を飛ばし続けていたんです。さらに八百屋の経営もできないような経営陣がですね、航空運送事業とは直接的に関わりのない事業にも手を出したっていう、一番有名なのがホテルやリゾート関連の事業だっていうことなんですけど、それはしっかりとガバナンスが効いていなかったので、子会社のホテルも採算意識がないままコストの高い部屋を作ってみたりですね、結局高いから売れないっていうことになって、部屋は素晴らしいけれども誰も入っていないっていう部屋がたくさんあってですね、売却された日光ホテルは部屋が広すぎるであったりとか、無駄な装飾が多く使い勝手が悪いということでですね、最終的な売却価格は60億円でした。これらが日本航空の経営が悪化していったっていう構図なんじゃないかって思うんです。で、稲森和夫さんや米山誠さんたちはですね、本社にいるわけでいろんなものを見てきたそうなんですが、 JAL が倒産して会社構成法が適用されて
株価が0円になって紙切れになってしまったわけですから、本社ではクレームの電話が鳴り止まなかったそうなんです。中にはですね、 JAL の OB や OG からのクレームの電話もあってですね、その電話を受け取った現役社員から、あんたたちにも責任はあるよねみたいに思いながらも謝罪していたそうなんです。で、そこのコールセンターにはですね、弁護士と JAL の社員が100人ぐらい集まっていてですね、クレームの電話に対応していて、そこは日本航空の管財人が仕切っている場所なんですが、ここもちょっとエピソードがありまして、 JAL の社員がクレームの電話を受けるじゃないですか。そしてちょっと相手がですね、反社会勢力の人みたいに感じた時はですね、すぐ弁護士に変わるっていう話なんです。で、そこにはですね、暴力団の名簿とかが山積みになっていてですね、総会屋だった人の名簿とかがですね、大量に積み上げられているわけなんです。どこの組長が誰でとか、若頭が誰でとかっていうのを写真入りで名簿に載っていてですね、それがあらゆるところに置いてあって、山口組の何代目とか、若頭が誰でとか、これで名前をチェックしてですね、やばいとなったらすぐに弁護士に変わるっていうわけなんです。そういう非常に怖いことをやっている人たちもいたそうなんです。ここからは私の実体験のお話になるんですが、 JAL には反社会勢力のリストがあるだけではなくてですね、雇用組合にはですね、社員のプライベートに関するリストもあってですね、結婚や離婚の経歴だけでなく、信仰する宗教など過去の経歴や噂話に至るまで個人情報が載せられたリストがあったんです。で、当時それが世間にバレた時にですね、大問題になって、社員は誰でもそれを見に行くことができるっていう話になったんですが、そんなの怖くて自分がどんな内容で書かれてあるかなんて見に行けるわけでもなく、もしそれを見に行ったらですね、その見に行ったことをまたリストに書かれるんじゃないかってビクビクましてですね、何もできませんでした。これは結構大きな問題になったので廃止されて、今はそんなリストは存在しないので、現役の社員の方は安心してください。大丈夫です。ただ処分されたかどうかなんていう話は聞いたことがないので分かりません。米山さんたちはですね、そういった現実に圧倒されて驚きながらも、目の前の問題を一つずつ解決することに邁進して、本社のコールセンターでは苦情の電話対応に明け暮れ、飛行機の中で働く私たちや地上で働くグランドスタッフたちはですね、直接お客様たちから厳しいお叱りとご不満の声を受けて、かなりしんどかったです。そして会社からはですね、税金を使って再建させていただいているという感謝の気持ちと、 JAL を倒産させてしまって申し訳ございませんでしたという謝罪の気持ちと、この謝罪と感謝の気持ちをですね、毎日のように言い聞かせられていました。しかしですね、現場では意外なことに励ましのお言葉が多くてですね、あなたたちが悪いんじゃないわよねとか、一番きついのは現場で働くあなたたちよねなんて優しい言葉をかけてくださるお客様もいてですね、本当にあの時はありがとうございました、もう JAL の社員ではないのでこんなことができているんですが、あの時は本当に申し訳ありませんでしたと、ありがとうございますという感謝の気持ちと謝罪の気持ちは忘れていません。で、こんな状況だからですね、社員の中ではメンタルを崩す人もいてですね、そして米山さん自身も不眠に悩まされたそうなんです。彼らは今までいろんなことを乗り越えてきて、プレッシャーのかかる仕事もあったけれども、眠れないことはなかったって思ってたそうなんですが、 JAL へ来て3ヶ月は全然眠れなくてですね、とうとうかかりつけのお医者さんから睡眠導入剤をもらってですね、寝ていたそうなんです。あれだけ短期間で再上場を果たしたっていう、そこに至るまでは本当に大変だったんだろうなって思います。ただ整理解雇というリストラをしたことでですね、不当な解雇だっていうことで、雇用組合じゃない方の会社と戦う方の組合からですね、反発が大きくてですね、本社の前や品川駅の港南口ではピケを張られていました。でもそこは企業再生支援機構のメンバーであったり、事業管財人であるとか銀行団が入っていてですね、もう有無を言わさず断行したっていう感じだったそうなんです。で、ここからは稲森さんの採算意識という話なんですが、稲森さんのリーダーシップもあって、経営という数字の原則や会計の原則的なことが経営陣に浸透し、縦割りでバラバラだった社員のベクトルが同じ方向に向かい始めたことは確実なんです。で、稲森さんが言うには、企業がどのような理念の下で経営を行うかということを明確にすることがとっても大事で、人間としての正しい生き方であるとか、あるべき姿が稲森さんが示したものの中に具体的に記されていてですね、私たちは迷うことなく
く進むことができていったっていう感じなんです。特に稲森さんが最初に手をつけたところが経営陣に対しての意識改革だったんで、そこで使われたのがフィロソフィー教育です。具体的には数字で語れっていうことでですね、そうするとさすが JAL のエリート集団は高学歴なだけあって数字で語ることができたそうなんです。ただ残念なのは、数字で語ることはできてもですね、経営の観点が全くないっていう話で、数字を説明したら以上ですとだけ言って、数字が悪くても私はここまで調べてこうやりました以上ですっていう報告しかしないそうなんです。ただ数字を差し出すだけの報告しかできなかったそうなんです。つまり日本航空が潰れた理由もこんな感じでですね、お客様がいて要求されるから飛行機は赤字でも飛ばしました以上です、それだけですみたいな感じで、現実の数字を全然見ていなかったっていう話なんです。だから JAL のフィロソフィーと企業理念を稲森さんは一緒に発表してですね、それがいわゆる JAL の企業理念であるところの全社員の物心両面の幸福を追求し、お客様に最高のサービスを提供し、企業価値を高め、社会の進歩発展に貢献するというものなんです。それまでの企業理念というものはですね、よく言われるような社会に貢献することがいいみたいな、そういうことが大体書いてあると思うんですが、新しい JAL の企業理念は全社員の物心両面の幸福を追求しっていう言葉があってですね、人としての生き方の部分をしっかりと書いてあってですね、何が正しいか自分で判断しろっていうことで、赤字を垂れ流しているにもかかわらず、お客様のためだから飛行機を飛ばしますみたいなことが、それはおかしいだろうっていうことを分からなきゃいけないっていうことなんです。今まで JAL ではそういう偽善的な感じで、お客様のためなら何でもしますっていう建前さえ言っていれば国が守ってくれるだろうみたいな甘えた考えがあってですね、そういった他力本願的な建前の会社だったっていうわけなんです。再建の鍵となったのは、心の部分のフィロソフィー教育と経営者の目線である部門別採算制度の導入だったんですね。稲森さんの経営哲学が役員や幹部を通じて全社員に広がり、 JAL 全体が一つの目標に向かって動き出した、つまり赤字会社が破綻してみんなに迷惑をかけてきたけれども、社員を辞めさせるという外科手術をしてまで立ち直りますっていう感じで、この経営理念を発表したそうなんです。そうするとですね、経済界から批判の嵐が起こってですね、倒産した会社のくせになんで自分たちのことを優先するのかとお叱りをたくさん受けました。ここでも稲森さんがリーダーシップを取ってですね、社員が幸せでなければいいサービスは絶対にできないと言って経済界を説得してですね、関西人のグループや銀行団からも、潰れた会社が社員の幸福を最優先にするなんて何なんだって、世の中に受け入れられるはずがないって言われていたんですが、稲森さんがそれは違うんだと、社員が幸せじゃなくて最高のサービスなんてできるわけないだろうと、誰が反対しても何を言われても稲森さんはこの言葉を一切変えませんでした。これが稲森さんの信念そのものなんです。そこで再建の初期段階に行われたのは3つありましてですね、1つ目がフィロソフィーの教育、2つ目が管理会計の仕組みの再構築、3つ目が若手社員による経営改革プロジェクトの立ち上げです。この若手社員による経営改革プロジェクトには100人の若手が集まり、再建のための強い意志を共有していったそうなんですが、この100人の中に選ばれる選ばれないっていうことで、公平性が欠けるとかなり問題にもなりました。でもまたここで稲森さんの強いリーダーシップでですね、いろんなことが進んでいったと言われています。そこで行われたリーダー教育というのがですね、自分はどういうリーダーになりたいのか、まずこれが一番大事ですっていうことなんです。私はこういうことをやっています以上、これで終わりではなくてですね、自分はどういうリーダーになりたいのかっていうことを語っていくっていうのがリーダー教育の中で一番大切だっていうことで、例えば何を目標にして、それをどういうふうに解釈して、どのように実行していくかっていう、こういう決意まで考えながらやっていったそうなんです。で、今日の動画はここで終わりますが、次の動画では倒産の時の現場の具体的な努力ということでお話ししたいと思います。この JAL のお話をする中でですね、私は JAL の大ファンですし、今も JAL を応援しているということで、 JAL を批判するつもりは一切ありませんということをお話ししたいと思っています。現場で働く人たちは本当に頑張ってると思うので、皆さんぜひこれからもよろしくお願いします。以上です。